建造チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。全員金沢アンバサダーの田翔です。今日は背番号26番この方、佐藤和弘選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介を今一度。26番佐藤和弘です。岐阜県出身。岐阜県出身。はい、よろしくお願いします。では早速、前節の西武緑地公園だった横川武蔵野戦、佐藤和弘選手5試合ぶりの出場になるんですけど、どうでした？試合に飢えてたんで。飢えてた。出れて楽しかったです。まあでも前半じゃない、出て前半じゃなかった。後半出て、もう20分ぐらいでバテましたね。疲れた。やばかったですけど、まあやりきったと。やりきりましたね。次はもう90分間バリバリいけそうな感じで今週はやるってことでいいんですか？そうっすね。それだといいですよね。まあ武蔵野戦、0対0っていう結果でしたが、チャンスは2本後半シュート外したんです。和弘選手が入って、まあ、ちょこっと流れが変わり、結構まあ常に優勢の試合展開にはなっていたんですが、はい、2本外した。はい、2本外しちゃいました。あそこで決めとけば今頃ね。はい、今頃もまた NHK に本当呼ばれてましたね。呼ばれてましたね、本当に。だから決めてないからもう、はい、今回はこちらですよね。まあ次は今週の、日曜日、沖縄アウェーかな、アウェーで沖縄琉球と試合がありますが、はい、まあそれまでにはしっかり走り込んで、そうです、練習めっちゃたっぷりして、はい、90分フルで、そうですね、やれるように暴れ回れるように、はい、沖縄蹴散らしてきます。蹴散らしちゃってください。まあ琉球の選手、嫌だなこの選手って思われるようにね、はい、動き回れるように頑張っていきましょう。きます。今週1週間、はい、台風も近いですが、そうですね、台風に負けず。台風近いよね。近いです。13来るじゃないですか。来る。もう来ますよね。いやー、気をつけましょう。負けませんよ台風には。台風と沖縄には負けませんよという佐藤和弘選手なんですけど、最近サッカー以外でも、まあ、金沢に来て3ヶ月、4ヶ月ぐらいになるんでしょうか。そうですね。サッカー以外にも何かやってることとか。最近ちょっとゴルフ始めたんですけど、下手くそすぎて。コース回るとかない？コース回りましたよ。回った？回ったんですけど。え、打ちっぱなしだけじゃなくて。はい、回っちゃいました。全然。全然ですよ。だめだね。現像チャンネルを見てる皆さん、ゴルフやれそうなんで誘ってあげてください。お願いします。まあ、サッカー以外にもそういうちょっとリフレッシュするようなところもね、はい、大事だと思うん で、ね、好きな金沢で好きなところとか。好きなところは特にもう4ヶ月、3ヶ月、3ヶ月、4ヶ月経ったけど、まだ道覚えれてないんで。ゴルフの打ちっぱなし以外、はい、どっか好きなところは。特にないですね。まあ家で、はい、寮だっけ。寮です。寮で牧野選手とか、大町、大町新谷、新谷新谷選手とワイワイ楽しく。そうです、やってます。ゲームも、ゲームもやらない人です。ドランプは、ドランプは飯の後だけですね。あれでバズゲーム片付けする。はい、まあ、そういうので、楽しくやってるみたいな佐藤和弘選手。その次の沖縄戦の次の次回のホームゲームが6月22日、土曜日、今回は津幡で、そうですね、やるんで、ぜひ皆さん、ゴルフの大好きな、最近ハマったゴルフの大好きな佐藤和弘選手を見に来てみてはいかがでしょうか。その時は点を取ってね。点を取って、はい、ちょっと上位の方にいるんだっけ、得点ランクも。そうですね、何位ですかね。7位ぐらい。4点。4点です。4点、5点、6点と取って、菅原浩太をまずは越しましょう。そうです、はい。菅原浩太を越して、菅原浩太倒します。倒しましょう。
まあそのツバタの試合ね、今年初めてのツバタの試合なんで、ちょうどツバタ町民の方は、無料でご招待ということになってるんで、皆さんぜひ見に来てみてはいかがでしょうか。ということで今日は現像チャンネル、26番佐藤和弘選手に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。またねー。バイバーイ。